イアントショーク。ちょっと。なんでアシュラはダークナイフが苦手なんだろう。なんでなんだろうね。違う武器かな。間違えてないよな。なんかシャークラフとかならわかるだろ。アニメでアシュラ出た時にダークナイフなんか出てなかったよね。メローラのパンツで、あいつアシュラもメローラだよね。確かに。そうだよ。いいよ。だからメローラのパンツの方がパワーダウンすると思うんだよ。パワーアップしちゃうのかな。多分今回の戦いもさっきと同じようなやり方かな。そうだね。できたら先制したいよな。はい。うん。足りねえ。これなんか守りだよな、やっぱ。一ターン目から寝てくれればいいんだけどな。なんかラッキーだね。100じゃないじゃん全然。寝ないよねやっぱ。なんかずるいよな。一旦目で寝なかったらもう終わりだよな。それで寝ちゃうんだろ。ひでえよな。おい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 って感じ。ヒノキを使わない方がいいのかな。ヒノキを使わない方がいいのかな。あ、もうヒットポイント出てきたね。2回食らってるよこれ。2回食らってる。うん。あ、ダメージ2回なんだ。マジか。でも守りにしないといけないのか。頑張れ。あ、どんまい。
確かになんか2回攻撃だね。楽でいったらどうなん？なんかいっぱい攻撃当たった。ダークダッシュすごい。あ、そうか、ダーク系は何、2回攻撃なのかな。知らない。だってダークランスさ、2回攻撃だ。3回攻撃。あれ3回か。寝てくれ寝てくれ寝て寝てほしい。やった、これで。でもあいつらが寝ちゃうのかな。あ、100だ。惜しいな。みんな、みんな頑張れ。あ、やった、誰もできない。これでスピードで勝ったんじゃないの。ほら、よし、全員攻撃だ。あ、全員じゃないや、ごめん、一人だけ。あと4回だけだ。強いレドラだ。どっちが強いレドラだ。あ、間違えた。まあ、しょうがない。惜しいな、4回しか攻撃できないもんな。シンデレラパワー、いいね、シンデレラさんの力。頑張れ。本当だ、灼熱パワー。まあしょうがない。どんぐらい食らうかな。 OK。 これ次難しいぞ。どんまい、惜しかったな。頑張れ。もっと頑張れ、もっと頑張れ。三日月ハリケーンだ、かっこいい。ちょうど俺らがあれだな。ギリ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 耐えたな。なるほど、惜しかったね。ゴールドジャイアントはいいな。うわ、次あれか。どうやればいいんだろうな。1ターン目にもっと当てれれば勝てんのかな。ババンだ。また迷う鎧だ。あれでもスキルがある。え、これもスキルあるよ。え、あ、本当だ。考えもんだな。簡単め。あ、そうか、そうか、そうか。なんか攻撃力弱いな。迷うよ。はい。まあ、今日はジャイアント宝くじが目当てだ。
ろにも落ちた。全然ダメだ。これさ、出てから回してほしいな。最初の光具合を見たい。残念でした。あんまゴールドジャイアント関係ないのかな。わからない。光もしないね。まあ、また頑張りましょう。はい、はい。